ビルヘルム・マルクスは、ドイツの法律家、政治家、バイマル共和制時代の1923年から1924年、及び1926年から1928年に、ドイツ国首相を務めた。首相通算在任期間3年に1ヶ月は、バイマル共和制下においては最長である。教師の息子として、ケルンに生まれる。1881年にアビトゥーは合格。 ボン大学で法学を学ぶ。卒業後ケルンとバルトブレルの裁判所に司法として採用される。1891年に結婚し、四次を設ける。ジンメルンの帝都を。不動産局で短期間働いた後、1894年にエルバーフェルト地方裁判所の判事となる。10年後ケルンの裁判所に移動。1907年から1921年まで、デュッセルドルフ裁判所判事。 経験なカトリック教徒で中央党に属していた。彼はプロイセン王国ではこれ以上の出世は望めなかった。第一次世界大戦後にバイマル共和制が成立するとリンブルク・アンデア・ラーン裁判所の所長となるがすぐにベルリンの最高裁判所判事に転じた。早くからカトリック主義に基づいた中央党の政治活動に従事し、1899年には エルバーフェルトの同党地区代表。1908年にはデュッセルドルフで地区代表になっていた。1899年からプロイセン王国議会の議員となり、1910年にはドイツ帝国議会議員に選出され、1916年には中央党議員団執行部に入った。政治家として教育、文化政策に関わった。政治家としては冷静で穏健派であり、 妥協を探り敵を作らないタイプと評された。第一次世界大戦中は、拡張主義、勝利による和平ではなく、講和による和平を主張していた。戦後バイマル政権会議の議員に選出され、同様に1919 19年1920年には、プロイン州政権会議の議員となった。連合軍によるラインラント占領の際は、多くのラインラント出身議員と違って、 ラインランドのドイツからの分離に反対する立場を取った。また同じ理由で、ベルサイユ条約に賛成した。マルクスは、中央党の結束に不信し、中央党のヨーゼフ・ビルト内閣を支援した。選挙遊説中のマルクス1923年、グスタフ・シュトレーゼマン内閣が倒れると、フリードリヒ・エーベルト大統領の指名により組閣した。この第一次。 マルクス内閣は1919 19年からの4年間で、すでに10番目の内閣であった。マルクス自身は1923年から翌年に、かけての第一期と、1926年から1928年に、かけての第2期で、合計4次の内閣を組織することになる。第一期では、中央党、ドイツ民主党、バイエルン人民党、ドイツ人民党による少数与党内閣で、 第2期はそれに、ドイツ国家人民党が加わった、連立内閣であった。在任中一貫して、ドイツ人民党のシュトレーゼマンが外相を務め、その外交政策は、議会第1党のドイツ社会民主党の支持も得ていた。その在任中に何度かの危機が訪れた。左派の支配するザクセン州、右派の支配するバイエルン州との紛争、故郷ラインラントで盛り上がる分離独立運動などである。 1923年のインフレーションの後に新通貨を導入したが、経済、財政危機は続いた。マルクスは、緊縮財政を行って、予算、人員の削減や新税制を導入し、経済の安定成長に成功。それにより1924年2月には、戒厳令を解除するに至る、同図案を受け入れたのも、彼の第一期政権の時期である。 しかし1924年12月の総選挙で議席を減らし第一期政権は退陣する。退陣直後の1925年2月にプロイセン州首相に就任するがその月末にエーベルト大統領が死去する。その後任を選出する3月29日の大統領選挙にプロイセン州首相を辞任して出馬した。しかし協力を見込んでいたバイエルン人民党などの カトリック勢力がパウル・フォン・ヒンデンブルク指示に回ったため、僅差で落選した。1926年、マルクスの後任として首相になったハンセルターの内閣で法相を務める。同年、ルター内閣が倒れると、第3次、マルクス内閣を組閣。その任期中、陸軍統帥部長官として、国防軍を国家内国家にしていた、ハンス・フォン・ゼークトを辞職に追い込むことに成功した。 一方で、社会民主党のフィリップ・シャイデマンに、ドイツ国防軍とソビエト軍が秘密裏に協力していることを国会で暴露され、第三次、マルクス内閣が辞職に追い込まれた。またこの第二次政権の期間中にドイツは国際連盟加盟を果たす。九百二十八年五月の総選挙で議席を減らしたため、第四次、マルクス内閣は九百二十八年六月十二日に、 大人、彼は同時に中央党の党執行部から退いた。1932年に帝国議会議員を辞した後は、ナチスドイツや第二次世界大戦の時代を通じて、ボンの自宅に陰性していた。戦後の1946年、同地にて死去。去年83、ありがとうございます。